はい、よくみんな、ラスティオさんだよ。ラスティオさんと一緒にスラムダンクのセリフで英語のフレーズを学んでみよう。まずは英語のセリフを聞いてもらうから、なんて言ってるか考えてみてね。その後にセリフの内容とリスニングのポイントを説明するね。今回は6つに分けて説明していくね。パートごとに日本語版のセリフと比較して違いを聞いてもらうよ。だから最後まで見てみてね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。それではこんなセリフだ、行ってみよう。一つ目だよ。まずは英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 Look. In junior high, if we left a ball on the court like this, our coach would have killed us. どうだい、聞き取れたかい。今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 Look.In junior high, if we left a ball on the court like this, our coach would have killed us. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな？じゃあポイントを説明していくね。Look, ここでは、あ、見てって感じかな？じゃあ次のセリフ。In junior high, if we left a ball on the court like this, in junior high, 中学校で中学校の時って感じだね。If we left a ball, ボールを置いたらって感じだね。On the court, コートにだね。ボールがコートにくっついてる感じだからオンだよ。オンは何々の上にって覚えてるかもしれないけど、オンは上下左右関係なくくっついてる状態だよ。 A fly on the ceiling 天井にいるハエ。 A picture on the wall 壁にかかった絵だよ。イメージして覚えてね。 Like this このようにだね。まとめると中学校でこのようにコートにボールを置いたらってことだよね。 In junior high if you left ball on the court like this ってね。じゃあ次のセリフ。Our coach would have killed us. Our coach. コーチだね。Would have killed. Would have プラス過去分詞の形だね。仮定法ってやつだよ。もしあの時何々だったら何々しただろうって感じだね。ここでは殺しただろうって感じだね。Would have の発音は連結して Would have って感じで発音されることが多いよ。人によって発音が違うからうまく聞き取ってね。まとめるとコーチは私たちを殺したかもって感じかな。Our coach would have killed us. ってね。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな？ Look. In junior high, if we left a ball on the court like this, our coach would have killed us. 次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。あら。中学の時はこんな風にボールをコートに出しっぱなしにしてたらすごく怒られたのよ。どうだい、違いが分かったかい。じゃあこの続き2つ目だよ。英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 Oh yeah, in junior high I was on the basketball team. That's one reason why I love it so much. That's fantastic. どうだい、聞き取れたかい。今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 Oh yeah, in junior high I was on the basketball teamThat's one reason why I love it so much. That's fantastic. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな？じゃあポイントを説明していくね。Oh yeah, in junior high, I was on the basketball team. In junior high, さっきと一緒だね。中学校の時。I was on the basketball team. 私はバスケットボール部だったってことだね。今回のオンは所属って意味合いだよ。オンの代わり、インでも大丈夫だよ。オンかインかは、アメリカ英語ならオン。イギリス英語ならインなんてことを言われてるよ。じゃあ次のセリフ。That's one reason why I love it so much. That's one reason why. That's reason why. その理由でって感じ。今回は one が入ってるから理由の一つってニュアンスかな。 I love it so much. 大好きだね。うまくまとめるとすごく好きっていうのが理由なんだけどねって感じかな。 That's one reason why I love it so much. ってね。じゃあ次のセリフ。 That's fantastic. 素晴らしいだね。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな？ Oh yeah, in junior high I was on the basketball team. That's one reason why I love it so much. That's fantastic. 次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。あ、私中学の時はバスケット部だったんですよ。素晴らしい。どうだい、違いが分かったかい。じゃあこの続き3つ目だよ。英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 Well, you know, the truth is I love basketball, but I'm not very good at it. I knew I wouldn't make the team in high school, but I really love to watch. It's so cool. どうだい、聞き取れたかい。
今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。Well, you know, the truth is I love basketball, but I'm not very good at it. I knew I wouldn't make the team in high school, but I really love to watch. It's so cool. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな？じゃあポイントを説明していくね。Well, you know, the truth is I love basketball. Well, you know. 訳さなくていいけど、今回のシチュエーション的には実は見て分かるようにって感じかな。The truth is I love basketball. 真実は私はバスケットボールが大好きですって感じで、うまくまとめると実は見てわかるようにバスケが好きなだけって感じかな。じゃあ次のセリフ。 But I'm not very good at it. Be good at 上手だね。今回は否定してるからうまくないだね。前の文とつなげるとバスケが好きなだけだけどうまくないってことだよね。じゃあ次のセリフ。 I knew I wouldn't make the team in the high school. I knew. これも訳さなくて大丈夫だよ。 I wouldn't make the team in the high school.直訳すると、私は高校でチームを作るつもりはありませんって感じだけど、 Make the team、 チームに入る、チームになるって意味合いで使われるよ。だから、高校ではチームには入らないつもりってことで、高校ではバスケをやらないつもりってことだよね。じゃあ次のセリフ。 But really love to watch. Really love to watch. 本当に見るのが大好きだね。じゃあ次のセリフ。 It's so cool. いろんな意味があるけど、今回は前に言った分を強調してる感じだね。大好きって。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな？ Well, you know, the truth is I love basketball, but I'm not very good at it. I knew I wouldn't make the team in high school, but I really love to watch. It's so cool. 次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。実は私運動神経ないんです。だから高校ではバスケットやらないつもりだけど、見てるのは好きなの、大好き。どうだい、違いが分かったかい？じゃあこの続き4つ目だよ。英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 I've been watching since I was a kid because my brother's always played. He's the greatest. You've got to see him play sometime. Do you know what a dunk is? Dunk is the ultimate move in basketball. どうだい、聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 I've been watching since I was a kid because my brother's always played. He's the greatest. You've got to see him play sometime. Do you know what a dunk is? Dunk is the ultimate move in basketball. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな？じゃあポイントを説明していくね。 I've been watching since I was a kid. I've been watching. Have been プラス過去分詞の形だね。現在完了進行形ってなったやつだね。ある時点からずっと続けてるイメージだね。私はずっと見ているって感じ。 Since I was a kid. 子供の頃からだね。 I've been watching since I was a kid. 子供の頃からずっと見ているのってね。じゃあ次のセリフ。 Because my brother always played. He's the greatest. My brother always played. お兄ちゃんがずっとプレイしていたって感じだね。 He's the greatest. 彼は最高ですだね。最上級って形だよ。最上級の場合は座を忘れずにね。 Because my brother always played. He's the greatest. だってお兄ちゃんがいつもすごいプレーをしていたからって感じかな。じゃあ次のセリフ。 You've got to see him play sometime. You've got to see. Have got to. 何々しなければならないって必要性を求めてるイメージ。 Have to と同じ意味合いでよく使われるよ。何々をしなければならない Have to, must を使うと中学校の英語で習ったと思うけど、Have got to は日本の英語の授業で取り上げることがめったにないかもしれないね。ネイティブはかなり多い確率で使うから覚えといてね。 You've got to see him play sometime. 君はいつか彼のプレーを見なきゃって感じだね。じゃあ次のセリフ。 Do you know what a dunk is? ダンクって何か知ってるって感じ。 Do you know what it is? あなたはそれが何かわかりますかの応用って感じだね。頭に Do you know がついたら What 以降は肯定文の並びになるから気をつけてね。Do you know がない場合は What is it? Do you know がある場合は Do you know what it is? だよ。 It と is の順番に注意だね。じゃあ次のセリフ。 Dunk is the ultimate move in basketball. Dunk is the ultimate move. Dunk は究極の動きですって感じ。 Ultimate 究極って感じだね。 Move ここでは動きでもいいけど技ってイメージかな。 In basketball バスケットボールの中でだね。うまくまとめるとダンクはバスケの究極の技って感じかな。 Dunk is the ultimate move in basketball. でね。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。
聞き取れるようになってるかな？ I've been watching since I was a kid because my brother's always played. He's the greatest. You've got to see him play sometime. Do you know what a dunk is? Dunk is the ultimate move in basketball. どうだい？わかったかい？次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。子供の頃からお兄ちゃんがやってるのずっと見てたから。桜木くん、ダンクって知ってる？ダンクはバスケットボールの花形。どうだい？違いが分かったかい？じゃあこの続き5つ目だよ。英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 OK! Haruka-san really loves basketball, so it looks like I'd better be a basketball player. Slam dunk! How hard can it be? Let's do this! どうだい？聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 OK! Haruka-san really loves basketball, so it looks like I'd better be a basketball player. Slam dunk! How hard can it be? Let's do this! どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。 Haruka-san really loves basketball. Haruka-san は本当にバスケが好きだね。じゃあ次のセリフ。 So it looks like I'd better be a basketball player.It looks like 何々のようだって感じ。 I'd better be a basketball player. 俺はバスケットボール選手になる方がいいって感じ。 Has better be なる方がいいだよ。 So it looks like I'd better be a basketball player. だから俺はバスケの選手になる方がいいみたいだなってことだよね。じゃあ次のセリフ。 Slam dunk. How hard can it be? How hard can it be? ねえ、簡単でしょ。こんなの簡単だろ。これのどこが難しいんだって感じだよ。今度かっこよく使ってみてね。じゃあ次のセルフ。 Let's do this 直訳だとこれをやろうだね。ここではよっしゃってイメージかな。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 OK! Haruka-san really loves basketball, so it looks like I'd better be a basketball player. Slam dunk! How hard can it be? Let's do this! どうだい？分かったかい？次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。よっぽどバスケットが好きなんだな、ハルコさんは。かわいいぜ。スラムダンクか。やるからにはマジだぜ。どうだい？違いが分かったかい？じゃあこの続き6つ目だよ。英語のセリフを字幕なしで聞いてみてね。 Here we go! Slam dunk!Oh, shit. どうだい？聞き取れたかい？今度は英語の字幕と日本語訳を一緒に出すから字幕を見ながら聞いてみてね。 Here we go! Slam dunk! Incredible! Oh, shit. どうだい？これで内容分かったんじゃないかな。じゃあポイントを説明していくね。 Here we go! 決まり文句だね。せーの、いくよ。始めるぞってね。じゃあ次のセルフ。 Wow! Incredible! Incredible! 信じられない、素晴らしいってニュアンスだね。じゃあ次のセルフ。 Oh shit! えらいこっちゃ、参ったな、チキショーって感じだよ。スワルの発音と区別が必要だよ。スワルは sit、 今回のは shit、 sit、 shit、 sit、 shit。 頑張って sh の発音身につけてね。じゃあ分かったところで英語字幕と日本語訳を見ながらもう一度見てみてね。聞き取れるようになってるかな。 Here we go! Slam dunk! Incredible! Oh shit! 次は日本語版を見てもらうよ。下に英語字幕とその日本語訳を載せるから会話の違いを比べてみてね。それでは行ってみるよ。くせえ！スラムダンク！どうだい？分かったかい？今回は日常会話でも使える表現が多かったんじゃないかな。この機会に覚えてみてね。興味のある人は英語頑張ってみてね。ラスドゥさんも頑張るよ。セリフで学ぶ英語フレーズはシリーズ化していて、いろんな動画を公開しているから以前の動画を見てその違いを比較してみてね。コメント欄にセリフで学ぶ英語フレーズシリーズのリンクを貼っとくね。ぜひ見てみてね。 OK、 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。
概要欄にもおすすめのリンクを貼っとくから見てみてね。チャンネル登録をすると新しい動画が公開された時に見つけやすくなるからチャンネル登録してみてね。あとグッドボタンもね。ではまた。 See you next time.